皆様のお客さんからのお声っていうのもね、正直にこれは出していきたいなと思いますので、ポーラテックの生地で極力シンプルなデザインのフリーズが欲しくて購入しました。ただ一個気になるなっていうのが、1回目の洗濯だけ。はい、本日ですね、皆さんからいただいたレビューのふわふわのフリースは本当にふわふわでいいのかというところをね、見ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。ではね、早速皆さんのレビューいきたいなと思うんですけど、これが今僕着てるねフリースなんですが、今現時点ここはねちょっと海外で撮影しておりまして、ちょっと飛行機でもねこれ使えるわと思って、僕飛行機でこれ着てきたんですよ。でただ今これ外がね南国になっておりますので、普段このフリース今は着てないんですけども、例えば海外行く際の飛行機の中機内で着るとかね、もちろん日本国内で今も寒なってますので、日常として着る、もちろんそんなのも可能なんですけども、僕だけの考え方じゃなくてね、これ作ったのは僕なんですけど、皆様のお客さんからのお声っていうのもね、正直にこれは出していきたいなと思いますので、皆さんで一緒に見ていこうかなと思います。ではですね、最初からいきます。ではまず一つ目いきますね。丁寧な発想ありがとうございます。期待以上にふわふわで触り心地よくて、これからの季節で着用が楽しみですというお声いただきました。このふわふわな感じって分かるんですかね、見えてるのかな、分からんけども、多分これ映像で見てる2倍か3倍ぐらいふわふわやと思います、実際着てみるとね。っていうのもこの後出てくるんですけど、結構皆さんそんな声多いんですよ。思ってる以上にふわふわやったみたいな声が多くて、次のお声いきますね。ポーラテックの生地で極力シンプルなデザインのフリーズが欲しくて購入しました。166cm53kg で大きめが欲しくて M サイズに購入しましたということで、羽織ってみるとふわふわ感が心地よく、これからの着ていくのが楽しみですということなんですけども、これはね実はねメートル単価相当高いんですよ。だから要は原価が高いっていうことなんですけど、原価がね、メートル何本使ってるかっていうと、これ言っていいかわからないんですけど、4000オーバーの生地を使ってます。だから1メートル4000円って普通ありえないんですよ。だいたい有名ブランドが使ってるので1000円以下、600円とか700円とか、800円ぐらいのを使ってる感じなんですけど、今回4000円以上の生地を使ってるから、誰が見ても どんな素人の人が見ても、あ、これ生地ええわってすぐ分かるような、生地を採用させていただきます。ちなみにこの型の生地に関しては、某有名ブランドのジャケットで使ってるようなメイン生地をサブ生地として採用しておりますので、生地屋さんがびっくりしました。こんなのサブで使うんですねって、これ丸々ブランドやったらメインで使ってますよって言っていただいたんですけど、やっぱ僕のお客さんは結構いろいろ買いはったが、いろいろなブランド購入されて最終的に買っていただいている方多いので、良くも悪くも触ると、あ、いいやつやなとか悪いやつやなって気づかれる方が多いのでね、極力僕はいいのをシンプルで作りたいなと思ってます。で次、値上がりする前に帰って手元に来て嬉しいですということで、予想するよりふわふわで着心地も最高ですということでした。ポッケに入れた時もふわふわがあればいいなと思いましたということで、確かにねポッケのこの裏生地に関しては生地変えてるんですよ。ここですね、これ暗いからわからんかな、で生地変えてるんですけど、なんで生地変えてるかってちょっと理由が実はあって、っていうのも静電気を起こさないように、これ静電気防止の生地を入れてるんですね。だからこの表生地を裏にするっていうのも良かったんですけど、もしかしたら鍵とかポケット入れてて車の鍵パッて出した時に静電気パチンってこうへんかなっていうので、一応これは静電気防止でやったんですけど、ふわふわの方が良かったっていうお声もあったりしました。で題名あるようにふわふわでものすごく暖かいですかね、品質は期待通り、むしろ期待以上の品質でしたって言っていただいて嬉しいなと思います。なんかね今年からねもうポーラテックの申請を受け付けないらしいんですよ。だから新しくブランドがポーラテック使うってなったら、もう今今年は受け入れてないらしいので、去年までの人しか受け入れてない。要は今このねタグ、後ろのタグのところにここポーラテックって入ってるんですよ。でこのポーラテックっていうロゴを使えるのがもう去年までの申請のとこしかないらしくて、もう今年に関してはポーラテックがもう受け入れてないということはちらっと聞きました。で次いきますね。商品についてですが、間違いなく商品最高の商品ですというふうに言っていただいて嬉しいです。で他はね2着目とかね、185cm75kg で XL を購入しました。着丈は少し長いように感じましたが、それだけぴったりでしたということなんで、結構大柄の人でも着れるようにしてるので、サイズ感にしてはねいつもと同じぐらいのサイズで OK です。普段 L 着てるんやったら L で OK やし、 XL 着てるんやったら XL で OK やしみたいな。横とかにも一応ストレッチ素材あるから、ちょっとお腹出てきたなと、最近お腹出てきたなっていう方は、ここで身幅は多少伸びたりしますので、サイズ感はほんまにいつも通りで OK かなと思います。待ちに待ったフリースが本日到着しましたと、梱包も綺麗で手紙やステッカー ETC 同封されており感謝いたしますということで、嬉しさのあまり箱から上げるときは顔がニコニコしてるのが分かるぐらいで、フリースを手に取って触ったときに肌触りの良さは最高ですって言っていただきました。僕自身がね冬大嫌いなんですよ。もともと夏が好きで、今も日焼けしてますけど夏が好きやったんですけど、洋服を好きになってから僕は冬が好きになったんですね。でそれまでっていうのはあんまり冬好きじゃなかったけど、ダウン
が好きになったりフリースが好きになったりパーカーが好きになったりしていって、洋服が好きなおかげで冬っていう季節が楽しくなってきたっていうのもあるので、なんかそういう人がね一人でも増えたら嬉しいなと思ってます。開封した瞬間からふわふわと柔らかくて感動しましたと。肌触りも最高です。いい買い物できました。170cm65kg で程よいゆとりがありますということで、ブラウンの M サイズをねこの方購入されてます。多分普段も M かなとは思うんですけど。で次いきますね。期待通りのふわふわ感でした。冬が待ち遠しいです。配送業者さんに対しての手紙、心温まる気配りに感謝です。ポーラテックのフリース最高ですということ。確かに羽毛の中にいる感覚になりましたっていうのが確かにその通りやなっていう。ふわふわって言われただけではちょっとわからんけど、羽毛の中に羽毛布団っていうか羽毛のブランケットみたいな中にいるような感じなんかな。で他の方もねふわふわした生地で手触りがとてもよく、着心地やフィット感も抜群でしたと。試着ができないため、まあこれほんま申し訳ないんですけどね、オンラインでやってるから。購入前にサイズについて相談しましたが、早く的確にご回答いただけ、さらにサイズ交換もできますということで安心して購入できましたと。でまあオンラインに関しては基本的にサイズ分からへんじゃないですか。でサイズ分からへんのにお前着丈とかのサイズ表だけで選べってむちゃくちゃやから、まあとりあえず一回それで多分これやなって普段のサイズで買ってもらって着てうわちゃうなと思ったら無料で交換させてもらってるので、まあその辺とかもお客さんにあんま負担させんようにね、しかもオンラインやから不安な部分もあると思うので、まあ僕自身も結構そういうの不安で、オンラインでまあ今でこそも不安さはもう全くないけど、結構オンラインでも買うのでね、こういうサイズ交換対応してくれるところもあればしてくれないところもあったりするので、まあ自分は絶対やるからにはサイズ交換はしたいなと思ってたんで、喜んでいただいて嬉しいです。で早速着用させていただきました。期待を裏切らない肌触りの良さ、サイズも希望してきた、少しゆとりのある、感じで満足しましたというお声いただきました。僕今これタンクトップの上に着てるんですけど、まあほんまに L サイズが僕は適正かなと思います。袖も少しだけ余ってるけど、まあここにバインダーついてるのでバインダーで止まってるから問題ないですね。で次、着た時のサイズ触り最高でした。今シーズンはアウター購入せずにこちらのフリース一択狙いで、心決めてましたと。着心地は本当最高です。ガンガン着回していって馴染んでいくのが楽しみですということで言っていただきました。これね洗濯に関しては基本的に普通に洗濯していただいて結構なんですよ。ただ一個気になるなっていうのが、1回目の洗濯だけネットに入れてほしくて、っていうのもなんでかというと、1回目の洗濯の時だけその抜けきってない毛があるんですね。でその毛を払い落とす意味で1回ネットに入れといてくれた方が他の洗濯物につかないので、それいいかなとは思うんですけど、まあ、それさえやってれば基本的には2回目以降はネットは別にどっちでもいい、まあ、裏返しといてくれればよりいいかなっていう感じなんで、もうほんま気になるねめっちゃ気にしたいねんっていう方は裏返した上でネットに入れて他の洗濯物と一緒にぶち込んでもらえればもうそれで OK です。で全然気に入らせんとバンバン洗いたいねんっていう方は普通にそのままぶち込んでくれたら OK です。ネットにも入れずにね。でそれでもまあ化繊なんで天然繊維じゃないので縮んだりもないですし、まあ、そのまま同じサイズ感で着ていくっていう流れになります。エクアックスと似てるかなと思っておりましたが、ポーラテックでもこんなにも違うのかと。多分この方エクアックス持ってるかなと思うんですけど、エクアックスの方ってどっちかって言ったら米軍に使われている硬いフリースなんですね。ボコボコした硬めなフリースで、まあ、それがいいっていう人もいてるし、まあ、今回僕はこれを柔らかいので作りたかったから、まあ、柔らかいこう、まあ、ふわふわした感じっていうなので、また全然ねそういう良さが全然違うかなと思います。これはもう最高でしかないフリースですよね。ファスナーを触った瞬間クオリティが高く、すごく、着た瞬間に優しい温かさに包み込まれる感覚が最高ですと。首周りもふわふわで内側のポケットもしっかり作り込まれておしゃれですと。で首に関してはマフラーをねいらんようにある程度長めには設定しております。だから、まあ、これはレビュー動画でも言ってるんですけどもね。次の方行きたいなと思います。次の方、これからも素材にこだわった商品に期待します。まあ、ジャパンメディアって僕作ってるのは基本的にもう素材がメイン、服の形は二の次でまずは素材から入るっていう感じなんで、まあこんなんねもう分かりやすいじゃないですか。ポーラテックの一番高いやつ使ってるってもう素材からどう考えても入ってるから、そんな感じとか、なかなか他のブランドさんやったらサンプルが2回とかしか作れないみたいなんで、もう2回しかサンプル作られへんくていいものってできないじゃないですか。だけどまあ予算とかもあるし、やっぱそこは仕方ない部分あると思うんですけど、僕の場合これフリースはねもう4回か5回とか作り直したりしてるんですね。もう生地はもう一目惚れでもうこれ選んでるんやけど、そこからちょっとずつこう変えたりとかしながらやってるんですけど、これはねもう完成しきったんで、特に、言うことないかなって僕は思ってるんですけど、まあ、ただね袖口のパイピングの着圧がちょっと弱いかなっていう風に感じたっていう方もいらっしゃったりしてて、インナーで着る時に冷気がこう侵入させないためにはいいかと思うんですけども、まあその辺はちょっと考え方次第なんかなと思いますっていうことやったんで、このバインダーの方ですね、これまあ以前もちょっとお伝えをさせていただいたんですけども、他の方も着圧きついって言ってる方もいらっしゃったんで、まあ、緩くするっていうのもありなんかなと思ったんですけども、ちょっと今のところ様子見てる
るという感じになっております。なんか今のところはね変わってはないんですけど、他にもねちょっとレビューを見たいなと思います。一般のフリース商品は着丈が短いものが多くて、本商品は着丈が長くて、全体のシルエットもちょうどゆったりした感じでいい感じですっていうことがいただいたり、まあ冬とかになったら大きめのコートを上から羽織るっていうことでね、まあ防風にさえしてくれたら、もうフリースはねどっちにしてもこれだけじゃなくて風は絶対通るんですよ。だから風は絶対通るから、まあ、マウンテンパーカーとかコートとかでガッて風さえ防いでくれたら、あったかくできるんじゃないかなと思います。そして触り心地最高、こだわり半端ないですということを言っていただいて、あさってデビューしますということで、去年ですかね12月31日、年末に言ってくれてますね。初めは腕のあたりが寒いかなと思いましたが、着ているとそうでもなく、襟も高いので首元があったかく最高ですということでありがとうございます。他にはねタクゾフリス届きましたとかね、171センチ78キロで L サイズで着用されているということがあったりだとか、年末の忙しい中発送ありがとうございます。これ去年ですね、多分去年ほんますぐ速乾しちゃってなくなっちゃったんで申し訳ないなっていうことでね、もう再生産もせず、もう2023年までもう1年間作りませんっていう感じ で今年2023年はあの売り切れないように、作ろうっていうことで、生地もね結構ストックがってもう購入したので、それで、作らせていただきました。ちょっとまあ他にもねいろいろお声いただいてたりしてたんですけども、生地のね柔らかさとかっていうのはまああの実際問題触ってみやなわからん部分であると思うんですけども、まあ、サイズ感とかはこのレビュー見ることによってある程度この辺なんかなっていうのはね、分かりやすいんじゃないかなと思いますし、自分の想像をね超えてくるような肌触りっていうかフリースの質感がどんなもんなんやろうと思って楽しんで待っていただいて、で実際届いた時にほんまやこれ超えたわって思っていただけるとは思うんですけども、まあ、それも思っていただけなかったら、あじゃあもう返品するわって言っていただいたらね、またそれは返品で手続きもさせていただきますのでよろしくお願いします。その時にいつも言うんですけども、あのタグ切って捨てたりとかせんようにしといてください。もう俺さもしかしたら返品するなっていう人はそのタグとか残した状態で一回試着してもらって、あ俺無理やって言ってもらったら、返品とか受けてますのでよろしくお願いいたします。でまあサイズ交換も同様に連絡いただけたらもうサイズ交換しますので、そんなことでよろしくお願いしますと。でねこれはね僕だけじゃなくてね、どのブランドさんも、まあ、それぞれの商品に対しての愛着って必ずあると思うので、それぞれのブランドの良さっていうのはあると思いますし、まあ、僕は僕自身の良さでやっぱり素材の良さとか素材をどう生かすかっていうのを考えて、まあ、さっきのポケットの一例でもあったんですけど、まあ、いかに全部に面使いたいんやけども実用性考えた時にここの素材はこれじゃない方がいいよねとかっていうのを、まあ、僕自身がだって消費者なんで、消費者で普段着てる時ここ困んねんみたいなのを落とし込んでるっていうのが、まあ、僕の商品の、まあ、全てになってますので、まあ、そういったところをね感じていただければ嬉しいかなと思います。という感じで、今回はねフリースの、レビュー、皆さんからいただいたレビューっていうのをね出させていただきました。はい、ということでね、もし仮に例えば質問したいなっていう方がいらっしゃったら、商品ページの方から問い合わせってありますので、そのここにも出てると思うんですけど、問い合わせの方からポチッと押してもらって、サイズは分からないんですけど僕160センチの何キロですって言ってくれたら、あ多分 S やと思いますとかで僕から返信させてもらいますので、その際はお気軽に聞いていただければなということで、本日はですね、ポーラテックのフリースのレビューを、皆さんと一緒に聞いてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。